席だから1、2、3だから喫煙ルームが分かんないけど、自由席座れるよ。今これ階層だから階層全然乗れる。あんま並んでないわ。あこれ乗るよ。喫煙ルームが広い部屋。あ取られちゃう取られちゃう。こっちの方がいいかな。2番線、まあ、リアドツ待ちはしないけど、いい席、女の子が隣に乗ってきたりして、ここでいいわ。でワンちゃんここに来るから。よいしょっと。で7位に落ちるんだよ。れるぐらいが楽しいんだ。まあイケメンだから来るんじゃないよ。コメントな。暑いわ。と
りあえずビール飲もう。ビールをイオリらしい。あいつ厳しいよ最近。うん、米国したちゃんとやれよちゃんと。厳しいよちゃんと。フラット入ってきてフラットコメントできる枠ではない。そういう枠ではないんだ。暑いな。でレッスさん最近全然応援してくれないじゃん。ちょっと順位上げてくださいよレッスさん。うん、一人で行くよ。一人で頑張るよ。まあ、俺の企画だからね。うん、正直お金使って時間も使うからもう会えないじゃやっぱダメなの。会うまでやっぱやらないと。何日かかるか分かんないけど。なやっちゃんありがとう。スイッチ持ってきてな。ポケモンとかいいんだよ今。ええと思ってるし、プルプルとカレンちゃんは仲直りして仲良くやってるんじゃない。お待たせいたしました。20時10分発のぞみ131号岡山温泉旅行行ったり仲良くやるんじゃない。だから俺はもういち早くやっぱ炎上って滅びてしまうから、もう俺はクルちゃんとやっぱ平和にやりたいっていう方向にやっぱ舵を取ってるな。うん、守んなきゃね俺がくるちゃんを。うん、いや俺は温泉つうか、とりあえず今年の目標は北海道と沖縄に行きたいっていう目標があって、その目標を達成するにはやっぱり、まあ、ふわっち阪神社だからやっぱイベントで結果を残さないと。あ、出発した。そこなんですよ。でもし今回のイベントでも、まあ、上位に行ってね、そうしたらやっぱ行けるよね、うん、北海道。まあでも厳しいんじゃないこの感じだと。うん、まあ厳しいなら厳しいで、まあ、お金使わないようにしない。今回お金めちゃくちゃ、新幹線1万取られる。で往復で2万でしょ。で飯代宿泊費、まあ、軽く持って5万だとして大赤字だてるわ。あ、今日が4回。ありがとう。不潔だけど。またなんか祝電されてもあれだから放送終わるかな。放送終わるか。どうせ祝電してるんだろうと。
ジオでね。だって、まあ、普通に見てるだけじゃん。イベント頑張ろうっていうリスナーがいないじゃん。しようかな。毎月毎月さ、このイベントとかね、結果とかも疲れちゃう。時はまあ稼いでたけど、まもなく品川に到着いたします。すいません、まもなく出発です。しっとあれしっと仕事するならホストに戻る。くるちゃんがダメなんだって。最近目が疲れてるわ。こんな目ちっちゃくなかったんだけどな。やってたよ。初めてする話していい？俺が一番疲れる理由話していいですか？なぜ俺はこんなに疲れてるの？その話をしていい？まず一つ、病院に行ってないけど、やっぱうつか糖尿病の疑いがあると。これがまず一つ、体に異常が起きてる、で二つ目、やっぱりお待たせいたしました、のぞみ131号、こじるのが辛い。まもなく発車いたします。でもこじらないと生活できないから、それが辛い。優しいリスナーさんがいっぱいいるのに